にちは、ロシアン佐藤です。今日は見て見て、じゃじゃん、お祭りお祭りの格好をしてます。これはハッピーです。なんでね、今日はこんな感じになってるのかと言いますと、今日もですね、パーティーキッチンコラボの日になってます。イエイエイ。パーティーキッチンはですね、私が代表を務めているエチニアで、私とエチニアのメンバーがですね、設立者になって始めてるお料理のチャンネルになります。で、今日はですね、そのパーティーキッチンとのコラボでですね、お祭り特集とチーズケーキ特集というですね、プチ特集を2つ撮影しました。なので今日はそのお祭り特集のお料理とチーズケーキ特集のお料理を食べてみたいと思います。見てね。まず私の作ったお祭りメニューからどうぞ。できました。いや、今回もいい量ですね。ちょっとね、説明をしようかなと思います。こっちがですね、ザワワサクのチョコバナナです。お祭りといったらチョコバナナ、いいですよね。で、次これがリング焼き。なんかね、東京とかだと大阪焼きっていうみたいなんですけど、あのなんかセルクルの中に入れて焼いたりとかね、あの今川焼きの鉄板で焼いたりとかして作るちっちゃいお好み焼きみたいなやつです。私これすごい好きで、子供の頃よくお祭りに行っては買って食べてました。で、ここにあるこの2つですね、マヨネーズのやつとこの卵乗ってるやつは箸巻きです。これですね、箸巻き。これはちょっと目玉焼きバージョンなんですけど、この箸巻きがね、私が小学生ぐらいの頃にね、こう突如現れてきたお祭りのメニューで、はい、本当にあの薄い
本当具のほとんどないお好み焼きが箸に巻かれてるみたいなやつです。はいこれ地方によってないところもあるのかね、ちょっと気になりますね。あとこれちょっとお祭りのやつよりだいぶ太くなっちゃったんだけど、肉巻きもちもち棒ってやつです。きりたんぽの周りにお肉が巻いてあるみたいなやつなんですけど、ちょっと今日はですねお米をね潰してお箸に巻いて、その上に豚の薄切り肉をね巻きつけて作ってみました。はい、でこれがあごちゃん作のレアチーズケーキとベイクドチーズケーキになってます。ちょっとここだけ世界観が違う感じになっちゃったんですけど、はい、今日はこんな感じでいきたいと思います。それでは食べてみたいと思います。いただきます。わっしょい。さあさあどれからいこうかな。わっしょい。お祭りはねパーティーっていう感じですからね。フェスティバル、まあね、お祭りはね楽しい気持ちになりますもんねまずこれにしますか。肉巻きもちもち棒、本物よりだいぶ大きいかも。美味しくないわけがない焼肉のタレが染み込んだお肉とご飯なので美味しくないわけがないんですけど、やっぱこのちょっと潰したお米がねすごいギュッとしてるから食べ応えがありますね。うまっ。東京に来てからかも食べたことあるの。そんな前はなかったんですけど、今どこにでもあるのかな。東京だとね結構メジャーな屋台のメニューな気がする。どこのお祭りしてもあるもんね。ちょっと次箸巻きいこうかな。いただきます。もっちもっちしてますこう結構ささっと焼けるので青ネギにそこまで火が入らないんですよ。なんでねこうシャクシャクして美味しいです。うん、キャベツも入れてるからサクサク感が増して、完食なんかねネギとかをねいっぱい入れたねネギだくのね箸巻きとかも美味しいですよね。よし、もうまた箸巻きいこうかな。卵の箸巻き、目玉焼きの箸巻き、いただきます。うん、卵の風味がめっちゃいい。あー、おいしい。卵が乗っかるとね、ちょっとお好み焼き感が増しますね。箸巻きの生地質素だから、なんかこう、いろいろ乗ってると途端に豪華に感じる。リング焼きです。このリング焼きがねすごい大好きだったんですよね子供の頃。いただきます。おー、キャベツたっぷり入れたからね美味しい。お、卵ゾーンだ。ちっちゃい分ね卵の割合が多いんですよ。長い時間焼くからちょっと半熟とかには私の技術でできないんだけど、
ホクホクで美味しいです。あの生地に対してね、キャベツとかなんだろう、こう卵とかの割合が多くなるから、なんかちょっとまたお好み焼きとも違う感じがします。まあ味は似てるんだけどね。ちょっとせっかくだから断面をこんな感じで、卵の割合がとても多いです。はい、リング焼き全部完食です。はい、肉巻きもちもち棒も完食です。さてさて、よし、お祭りの最後はかわいいかわいいチョコバナナです。かわいい、それ青いチョコバナナ、いただきます。おいしい。このね、お菓子ついてるやつ特別感があっていいよね。うん、かわいい。お化け、うん、うん、お祭りって感じチョコバナナ、チョコの色濃いやつにしようかな。すげえびっくりしてる。なんかこれチョコがめちゃくちゃビターだ。うん、ビターだから甘すぎずいい感じですね。なんかあの、お祭りのチョコバナナはすごい甘いのが多いけどね、こういうのも、こういうのだったら結構大人でも好きそう。うん、うん、今ち墜落したやつからですね。わっ、わっ、わっはい、最後はじゃ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 ん、チーズケーキです。チーズケーキとね、お祭り特集だったので、はい、手前かな、手前にあるのがベイクドで、こっちがレアです。おいしそう。クリームチーズが強めの味、結構さっぱりめですね。うん、うん、クリームとよく合う。うん、次ベイクド行きたいと思います。お、下のビスケットがサクサク。うん、いやー、美味しい。うん、結構ふんわり、でもなんか美味しさはギュッとしてるって感じ。うん。
のミックスベリーのソースとね、めちゃくちゃ合ってます。やっぱチーズケーキはベリーと合いますね。はい、完食です。ごちそうさまでした。お祭りメニューとチーズケーキ完食しました。なんかこう屋台独り占め、ケーキ屋さん独り占めみたいな気持ちです。結構ね、粉物とご飯物にバナナにチーズケーキだったので、だいぶお腹いっぱいになりました。どれもね、結構ボリュームがあってね、いい感じです。あとあのチョコバナナはね、すごい可愛くて、こうわーってした感じがね、ちっちゃい子にね、すごく喜んでもらえるんじゃないかなと思うので、ぜひね、お家でお母さんとかと一緒にあんな感じのデコチョコバナナを作ってみてもらえたらいいなっていう風に思います。チーズケーキもね、今回は定番のレアチーズとベイクドチーズと作ってみてもらったんですけど、いやどっちも美味しいですね。私のね、ケーキの中で一番好きなの何って言われたらチーズケーキっていうぐらいチーズケーキが好きなんですけど、はい、なのでね、今日は嬉しく楽しく美味しくみたいな感じで、とっても充実したメニューでございました。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回はパーティーキッチンとのコラボの日ということで、チーズケーキとお祭り特集でした。またね、こんな感じでパーティーキッチンとのコラボもどんどんやっていこうかなと思ってます。パーティーキッチンとのコラボの時はね、結構いろんなメニューを作って、みんなで作ってね、私が試食して感想を言うみたいな感じのコラボ多いんですけど、いつものロシアンのチャンネルはですね、デカ盛りメニューを作って食べるっていうのをメインにしてます。たまにね、ちょっとお出かけをして、はい、チャレンジメニューに行ったりとかもしてますので、ぜひぜひデカ盛り食べてるとこが見たいなっていう風に思われた方はですね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今日のメニューのね、レシピはパーティーキッチンのチャンネルの方に載ってますので、レシピ気になったなっていう方はですね、パーティーキッチンの方を見てもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。